ましょう。ただいまー。はい、おかえりなさい。いいですね。どうですか？どうしました？芋、ザ芋。おー、ね、なんか初物か。初物、ありますね。面白いです。とりあえず、今、今日一番楽しみにしてるのは、うんどれ鹿児島県なのに日本酒を作ってるっていうのを初めて知ったという。ボスがあの自分の母親が大好きなんで、それで、はい、母親がね、はい、なるほどね、味は母親からだね、やっぱりね。そうですね。豆味噌、燻製チーズ、石狩、石狩、あ、豆腐カステラ、秋田の豆腐カステラ。神戸のシャルドネですね。神戸のシャルドネ。シャルドネ、まあシャルドネって世界中どこでも作られるんですけど、うん、一応神戸のシャルドネを。私は土産高出身ということで、土産高コロッケと、コロッケとサーモンとイクラの、サーモンとイクラね、あえたもの、あえてあるんだ。あえてます。はい、鹿児島に行っている本格焼酎なんですけど、白猿といってワイン酵母使用のお酒で、フルーティーなワインのような気品のある香りが特徴的であるというお酒を選びました。佐渡から違ったから。そうです。大正解。佐渡の北摂梅酒。北摂梅酒。辛口梅酒。日本酒で漬けてる梅酒です。はい、皆さん、もちろんお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ここからが本番みたいなもんなんで。はい、始めましょう。乾杯。乾杯。ししゃものさつま揚げないですからね。ないですよね。でもそのししゃもはどこで取れたんだろうって。ねえ、これどこなんですかね。いきます。どう、まあ、しかも小餅です。あ、小餅だった。うまー。じゃあ北の北海道と南の鹿児島のマリアラボレーション。コラボレーション、おいしい、おいしい。だってししゃも取れないじゃん。うまい。取れるはずない。しゃものさつま揚げなかなか。いい顔するね。日本はいい顔、豊かだね。うまい。鮭と何が混ざってんの？これ、ね、米麹じゃないかな。あ、米麹か。石狩味噌ね。あ、なるほどね。これ、これ日本酒ですよ。これ日本酒。これ、ぜひぜひ。これ日本酒。まあ、ビールでも欲しいけど。あ、申し訳ありません。すみません、ありがとうございます。先にダンサーが多い。めっちゃ美味しい。これ美味しい。これ何？これ鮭の、完全に日本酒系ですね。日本酒系ね。酒を飲みながら最高だね。うん、本当に。酒を飲むためのつまみですから、ね。そうそう。前回もそうだったんですよ。うん、素晴らしい。飲めないですか、取材。もう飲んでいただいて。やっぱ日本酒って自分の国のお酒なんだなって改めて思うわ。切って秋田のやつを置いていってくださったんで、飲みましょう。このこれを飲みましょう。ジブリガキ。これには多分このアクアがきた、このね、味噌も絶対上手です。そうです。その中で集められたものをみんなでこう賛否両論してきて、美味しいねとか、これはこうだねっていう話をしていく時間が、もう本当にとにかく楽しい。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。明日、アンテナショップ巡りは、さっきもいろいろ石田さんとおっしゃってたんですけど、いろんな視点がありすぎて可能性あるので、ちょっとちゃんとビジネス化に向けての落としどころも考えつつ、皆さんとの楽しみも考えつつ、第3回に向けてちょっと我々でもちゃんと出るので、また本当にいいと思います。1本締めにしたいと思います。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお手を拝借、はい、よー